組ラップグループ、ケツメイシが10日、埼玉、ベルーナ、ドームで約7年ぶりのファン投票リクエストライブを開催。前日9日と合わせ各日3500人、計7万人を動員した。同グループが今まで配信でリリースしてきた249曲をリクエスト投票の対象にオンライン投票に加え、楽曲リクエスト投票所のリアル投票を含み、合計投票数は約30万票。この日は23位、トレインから1位、Life is Beautiful のリクエスト上1曲や代表曲、桜、17位の涙、2位、6日配信された最新曲、スイートベビーなど、全25曲をパフォーマンスした。冒頭 MC で、ラッパーの涼、呉、令和、ケツメイシでございます。一応、名乗っておかないとね。同じアラフィフグループの順列に間違われるかもしれないからねと、自身を筆頭に、ボーカル涼治、48、ラッパー、大倉、47、DJ コーの、46、とキャリアを重ねてきたメンバーを念頭に、ジョークを交えて、圧殺した。この日も30度超えの猛暑。涼は、これにしても9月と、はいえ、まだ暑いですね。先月、我々9年ぶりに夏フェスなんてやってたんですけど、ほんと暑くて、フラフラでしたよ。最近の日本の夏、ちょっと暑すぎ、しませんかねと苦笑い。さらに、もう俺は秋フェス、でいいと思うんですよね。もう僕たち決めたんです。もう気温28度以下じゃないとライブ、をしないと、冗談ながら、やや本気モードでファンを笑わせた。7年ぶりのリクエストライブについては、おおこの曲すげえ、懐かしいとか。あとは、まあ、何年か経った時に2023年、そういえば、西武ドーム、イコールベル行ったよねとか。振り返った時にね、今日という1日が、皆さんの青春の1ページに濃く、まれたら、こんなに、嬉しいことはございませんねと願った。前日9日公演では、来年1月31日に13枚目となる、オリジナルアルバム、ケツノポリス13のリリースと、来年3月から7月まで全国ツアー、KTM ツアー2024を開催することを発表していた。アンコール最後に、大倉は、9月の9日と10日と2日間、いろいろな方々が本当に遊びに来ていただいて、本当に2日間、楽しかったです。本当に忙しい中で、仕事とか勉強とか主婦、子育て、いろいろな中、今日も皆さん集まっていただいて、本当にありがとうございますと感謝。全国のアリーナツアーをさせていただくことになりました。行ける限りお邪魔させていただきますので、各町々で皆さんと共にお祭りを使用したいと思います。ぜひ遊びに来てください、とファンに呼びかけた。